こんにちはったらこんにちは、いずもです。実は PC デスクをやっと導入しました。今までちゃぶ台で収録とか編集とかやってたんですが、長時間の正座作業がいい加減辛くなってきて、ようやく PC デスクの導入と相成りました。で、このデスクの照明をどうしようかというお話です。ではちょっと資料の方をご覧ください。で、タイトルにありますように、せっかくなのでダイソーのテープライトを使うことにしました。発光部分が直接見えないように、天板の裏に貼り付けてあります。下から覗き込んだらこんな感じです。光らせるとこんな感じ。これ当初はスイッチ付きのコンセントでオンオフしてたんですが、やっぱり自動化したくなりました。自動化にあたってこの2点を要求しようとしました。1つ目、人が席に着くと自動的に点灯すること。まあ自動化するってんだから当たり前なんですけど、ここでセンサーを何にするかちょっとだけ悩みました。超音波センサーを使うかといつもの省電センサーを使うか。超音波センサーも前に使ったことがあって、最初はこれでいこうと思ったのですが、条件が意外とシビアなのと、これを使うとなるとマイコンが必須になる。マイコン用の電源とかも用意することになって、工数的に厳しい。ということで、実績の省電センサーを使うことにしました。二つ目は、日中はもちろんつかなくてもいいわけなので、暗くなってからつくようにしたい。でも今までのセンサーライトのように、かなり暗くなってからつくというよりは、日が落ちて薄暗くなったら、つくというふうにしたいです。ここは明るさをセンサーするフォトレジスタとシリアルにつなぐ抵抗値で調整しようと思います。というわけで、省電センサーはちょっとだけ改造します。この辺の改造については以前の動画で解説してますので、よかったらそちらもどうぞ。ちなみに超音波センサーの作例がこれです。センサーの本体はこれになって、片方の目玉から出た超音波の反射をもう片方の目玉で読み取るのですが、綺麗に反射しないとうまく取れないとか、体調をよく考えないと人がいなくても椅子の反射を読み取ってしまいそうだとか、結構大変そうなのでひよってしまいました。どれくらい暗くなったらつくようにするのかという話なんですが、これくらい明るければつかなくていいという明るさで、フォトレジスタの抵抗値を測ってみました。このフレネルレンズの中にフォトレジスタを入れています。まあ8キロオームぐらいですね。もう少し暗くなってフォトレジスタの抵抗値が12キロオームくらいになったら明かりがつくようにします。今までは色位置が50キロオームくらいの設計だったので、今回は今までより結構明るくても点灯する設定です。で、もろもろ計算すると、感度調整抵抗は50キロオームとすることにしました。そうすると、フォトレジスタの抵抗値で12キロオームが色位置になります。このあたりの計算も、先ほど紹介した動画に、計算方法とかも解説しているので、よかったら見てください。で、手持ちの抵抗の中から、今回は51キロオームを使用します。使える図はこんな感じです。USB 電源から 5V もらいまして、省電センサーを壊します。センサーが反応すると、この NMOS がオンして、このコネクタの先につけた LED 照明が点灯するというとてもシンプルな作りです。今回初めて使用する NMOS がこれです。今までかなりオーバースペックなでっかい NMOS を使っていましたが、今回はかなり小さくて、ほどほどの性能の NMOS になります。色位置電圧も低めなので、マイコンなんかで使うのにも向いています。こんだけ流せれば、モーターだって回せそうです。Amazon で買えます。省電センサー、いつものやつです。3個でこの値段とか、相変わらず冗談みたいな値段です。フォトレジスタです。何年も前に買ったやつを未だに使っています。製品を量産するわけじゃないので、30個も入っていたら当面買う必要はないでしょう。
USB コネクタのメスです。ここに LED 照明をつなげます。もちろんテープライトでなくても構いません。さて資料は以上になります。ではこれらの部品を使って電子工作始めましょう。それでは工作を開始します。まずは省電センサの加工です。50キロオームの感度調整抵抗を取り付け、抵抗を測ってみました。まあ大体いい感じですね。次にフォトレジスタの取り付けです。もともと穴が開いているのでそこに挿して反射付けするだけ、簡単です。反射付けして、余ったリードは切り取りましょう。モード切り替えジャンパーは再検知ありに切り替えておきます。これでセンサー前で作業していれば明かりが消えないはず。人感センサーの加工を終わって基板を作っていきましょう。まずは省電センサーを挿す3ピンのコネクタを取り付けます。端子がバカになって使わなくなった USB ケーブルを切断。電源ラインを残して端っこは熱収縮チューブで処理しておきます。被覆を剥いて基板に取り付けました。省電センサーの 5V ラインを USB の 5V とつなげます。グラウンドもつなげておきます。線が細いですが、まあセンサーの電源なので多分平気。配線を整えて同シールの準備をします。基板上のグラウンドラインはいろいろつなげることが多いので同シールがお好みです。今回はそんなに部品なかったですけどね。次に今回ニューフェイスの NMOS を取り付けます。ピンのピッチが穴と合わないのでちょっと無理やりでした。 NMOS のソースをグラウンドラインに接続、グラウンドラインを USB のグラウンドにつなげておきます。次はセンサーの出力と NMOS のゲートをつなげます。USB の 5V ラインを LED 照明の VDD 側まで引っ張ります。今回使っている基板は両面するホールタイプ。実装基板を乗せても裏からつなげられるので気に入ってます。USB の 5V ラインを NMOS のそばまで持ってくることができました。最後に LED 照明をつなげる USB コネクタの取り付けです。これも以前に買ったやつの余りですね。極性に気をつけて配線しましょう。まずグラウンドをつなげて、次に 5V ラインをつなげました。カバーをつけたら完成です。さっき USB 端子につないだケーブルの反対側を基板につなぎます。5V ラインはそのまま基板上の 5V につなげて、グラウンドは NMOS のドレインにつないで配線は完成です。シリコンのゴム紐で結わえておきます。省電センサーをピンコネクタに挿して、両面テープを基板の裏に貼ります。これもダイソーで買ってきた磁石を貼り付け、反対側にも貼り付けて一応出来上がりなのですが、とどめにホットボンドで USB の線は固めておきました。USB 端子の口も固めて完成です。出来上がったものを設置してみました。磁石で貼り付いています。見づらいですが、裏側にテープライトが貼り付けてあります。
ウォームホワイトの1メートルのタイプです。では電源を入れて動かしてみましょう。明るいところでは反応しませんので、カーテンを閉めます。デスクに近寄ると反応しました。またカーテンを開けて2分ぐらい待ちますと、自動で消えました。問題なさそうですね。というわけで今週は PC デスクにテープライトを貼り付けて自動照明にしてみました。ダイソーの人感スイッチで済ませちゃおうかなと思ったのですが、明るさセンサーがついてないし最近設定もできないので結局作ることにしました。あとダイソーの人感スイッチ、うちの近所では売ってないんですけどっていうのもあるんですけどね。まあこれで在宅ワークとか編集作業中にいつの間にか暗くなっててキーボードが見えないなんてことにならずに済むはずです。しばらく使ってみてまた何か不備があったら改良しましょう。そこが自作のいいところですからね。ではここまでご視聴ありがとうございました。このチャンネルではこういう電子工作だとか初心者向きのプログラミング講座とかをやっています。この動画面白かったと思われましたら高評価ボタン、また見てみたいなと思われましたらチャンネル登録もぜひお願いします。次回も予定は未定ですが、またよろしくお願いします。